おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ382ですね。はい、今回ですね、また、プラモデルですね、プラモの方を組んでいきたいと思います。で、ちょっと異質なものかなっていう感じがするんですけど、はい、それがですね、今回ご紹介するのはこちらです。はい、じゃーんと、一応こちらですね、ガンダムビルドファイターズトライの、ナンバー的な44ですね。はい、の、スーパーフミナですね。一応これガンプラです。ガンプラに見えないけどガンプラです。はい、HG ですね。はい、で側面がこんな感じ。はい、こんな感じですねとなっております。はい、ではですね、一応こちらまた開けてですね、ランナーとか説明書とかそれをちょっと並べていきたいと思います。はい、パーツ一式といいますか、ランナーですね、並べたのがこの状態となります。一応白いランナーとか、なんかこの黄色っぽいランナー、この裏にこういうフレームとか武器、背中に背負ってるやつとか武器系かな、のグレーのやつがあったりとか、まあ肌色の部分とかクリアパーツがあったりとか、これ頭部の髪の毛の部分ですねとか、これがベースですね。ベースのアームとかがあります。はい、こんな感じで一式ついております。ではですね、こちらですね、説明書の、1番ですねから、順々に組んでいくんですけど、こちらですね、まずボディかな、ボディから頭部流れていって、右腕、左腕、右足、左足、あと腰の部分ですね、あと背中の背負い物の、よいしょ、この辺の武器とか、この辺を、組んでいきます。ではですね、まず早速、最初に説明書でお見せした通り、ボディですね、そちらの方のパーツを切り離して、こちらの方に並べていきたいと思います。で、こちらの方にシールがあったと思いますけど、こちらですね、このシールはですね、今回基本的にはまあほとんど目の部分かなだけ使用した状態で仕上げたいと思います。で、一応次回ですね、次回までにはちょっとシールで再現しなきゃいけない部分は、色を塗ってですね、ちょっと塗装を施すかどうかちょっと未定なんですけど、その状態にして、次はギミック系のご紹介をしようかなと思っております。ではですね、早速、ボディのパーツ切り離してこちらに並べていきたいと思います。はい、ボディパーツですね、こちら、処理終わったので並べてあります。それでですね、これから組んでいくんですけど、まずこちら、これがもう中央パーツみたいな、ここの裏のここの穴ですね、この穴の部分にこのようにはめます。で、このはめたこの白いやつ、この2つのパーツはポリキャップですね。こういうちょっと特殊な形状をしているポリキャップになります。はい、でそしたらですね、これの下の四角い部分にさらにもう一つポリキャップをこうはめまして、反対側からこの黄色いやつで、まあ、蓋をするという感じです。はい、こんな感じです。で、こちらのここの部分にあるシールですね、これがこの白いラインと合うように、まあ、貼ります。はい、シール貼ったのがこの状態ですね。で、後ろの貼ったシールの部分は、まあ、黒い線が入ってて、こっちは入ってないので、まあ、やるなら墨入れみたいな感じで入れた方がいいと思います。そしたらですね、このサイド、このようにパーツをはめてあげると。はい、こんな感じで取り付けました。そしたらですね、あと首のここの部分と、あと胸と言いますか、首元にパーツをつけるんですけど、まず首のジョイントパーツですね、こちらをまず、溝に合うように、はい、このように取り付けました。はい、そしたらですね、後ろのここのところに切り欠き、ここに切り欠きがあるんですけど、見えるかな、ここの切り欠きが後ろになるように、はめてあげる。はい、このように取り付けました。で、あとここの部分にこのクリアパーツですね、はい、こんな感じではめます。で、このクリアパーツも若干の柔らかさありますね。はい、一応こんな感じでボディ完成です。次ですね、次説明書では頭部なので、頭部パーツ準備したいと思います。はい、準備したのがこんな感じです。で、この
頭部パーツなんですけど、ここの白い2つですね、これが目のパーツになってまして、これ見えるかな、見えるかどうか分かんないんですけど、こっち側はつるんとしてます。でこっち側にはモールドが彫られてまして、一応塗装する派の人はこっち、このモールドが入ってる方に、まあ、塗装を施す感じかな。でこっちの方には付属のシールを貼ると。まあ別にこっちのモールドありに貼ってもいいんですけど、まあこっちのモールドなしの方にちょっと目のシールを貼りたいと思います。はい、目のシールを貼ったのがこの状態です。で一応目のシールですね、あとこれ今使ったやつ以外に予備で、あと、全部で4つですね。はい、4つ予備があります。はい、ではですね、こちらを、頭部側ですね、こっちの顔の方に後ろからこうはめるんですが、こうはめるんですけど、こっち側に先にはめるんじゃなくて後ろみたいですね、後ろのこちら側にこう目のパーツをもうこのようにセッティングします。はい、でセッティングしたら、ここの上の穴にこの平べったいパーツですね、これをこのようにセッティングで、これを、こちらの顔のパーツと組み合わせるとこんな感じで顔になります。ちゃんと目がありますね。で、本来だとこちら、この目ですね、この目の部分にクリアパーツをはめ込んで完了になるんですけど、ですね、今回一応本当はここの目、この目の周りのところにですね、これ今肌色になってますけど、付属のシールですね、このシールを貼り付けることによって、あのまつげとかその辺があるんですけど、このはみ出た肌色、これがここに非常に目立っちゃうので、このまつげライン、この辺はちょっと塗装しようと思ってますんで、そのクリアのカバーですね、それは、塗装終了後に、やりたいと思っておりますので、これはこのままにしたいと思います。はい、そしたらですね、この横ですね、ここの部分にこの白いこのパーツですね、これをはめます。はい、ではめたら、ここの部分にもまたシールがありますので、なんかそれを貼り付けるという感じなんですけど、なんかこれ肌色ですね、耳なんだと思います、これ。なのでこれもちょっと塗ろうかなと思いますので、ちょっとこれも放置したいと思います。はい、そしたらですね、この頭部完成した後に前髪ですね、こちらの前髪にこのパーツですね、これをまあこんな感じで乗っけるのかな。はい、ちなみにこれ柔らかい軟質パーツとなっております。はい、したらこれをはめてあげる、こんな感じですね。で後ろのこの穴に、残りのパーツをはめていくんですけど、こちらをよいしょ、こんな感じで組み付けて、このリボンをここに通してあげると。はい、そして通したら後ろの穴にこう差し込みます。はい、これで頭部は完成です。ただ完成なんですけど、まあ色が若干足りてないんでちょっと怖いですね。はい、これちょっと色塗ったらもうちょっと変わると思います。ではですね、次は腕ですね、右腕左腕、これ両方ともここにパーツ並べたいと思います。はい、腕のパーツですね、これは一式並べ終わりました。で一応ですね、組むのはこっち側、右だけ組んで左は同じ工程になるので、その部分はちょっと飛ばしたいと思います。ではですね、まず、右腕の方を組んでいきたいと思います。まず腕ですね、腕のこのこれサーベルですね、とこの黄色いこのちっちゃいパーツ、これをまず組んでしまいます。でこれこっちの内側の方にちょっと突起があるので、サーベルの形合うようにはめ込んであげます。そしたらこの黄色いやつですね、黄色いやつのここの上の部分ですね、ここにはめて、よいしょ、これがボディとつながるためのパーツですね、これをこの形ではめます。はい、そしてこいつで挟み込んで固定してあげると、よいしょ、こんな感じです。多分このサーベル使おうと思ったら使えるんじゃないでしょうかね。はい、一応こんな感じです。次腕いきます。次腕ですね、腕のこのパーツ、ここのところがちょこっととんがってるんですね、この上の部分、これを上に持ちまして、
ポリキャップをはめてあげる。はい。で、ポリキャップ、このちょうどこの丸い部分の頂点部分ですね、これが確かポリキャップのランナーの部分とくっついてますので、その部分はきれいに切り取りですね、行わないとちょっと干渉したいと思います。はい、そしたら反対側からこう挟み込んで、これで完了。次、この丸いパーツの中にこの四角いポリキャップをこうはめてあげると。はい、これも処理きれいに行わないとうまくはまりません。はい、そしたらですね、出来上がったこのパーツ、この関節パーツを腕のこちらの方に、まあ、入れてあげると。はい、でこうはめ込んだ時に、この先ほど言ったこの突起ですね、ここの上のところにあるカクッとなっている部分ですね、これが上になるように確認して入れてあげる。そしてここの下の丸い部分に丸いくぼみみたいなのがありますんで、そこに形が合うポリキャップはめてあげます。そして蓋をする感じで、まあ、こんな感じでつけてあげる。これで腕大体完成かな。あとこの黄色いパーツをよいしょ、こんな感じで組んであげる。こうですね、向きは。そしたら今まで出来上がったパーツをすべて組んでいきます。まず腕の部分となるやつですね、主の部分と組んで、腕をこんな感じで組む。そしてここの上のところによいしょ、こういってはめて、あとここですね、これで腕大体完成です。で、あと手ですね、あと平手と武器持ち、まあグーですね、がありますので、一応それを、つけてあげると。で、平手の方にこの内側ですね、内側がこの短いやつ、こう見ていただくとこう長くくっついているのと短いのがあります。この短い方をこう平手にするみたいですね。はい、こんな感じ で、あと反対側ですね、反対側といいますか、もう一個の右の武器持ちの方はこんな感じで持たせてあげ、あ、まあ、つけてあげると。で、とりあえずまずグーをつけちゃいますね。こんな感じです。腕は、はい、腕こんな感じでできました。では反対ですね、反対の左腕の方、こちらの方も、同じような感じでささっと組んじゃいたいと思います。はい、左右ですね、揃ったのがこんな感じです。まあ丸切り同じ形なんで組み方も一緒でした。ではですね、次説明書的には足なはずなので、次足のパーツ並べていきたいと思います。